岩橋産婦人科岩橋栄ちゃんです。今日はすごい興味がある月経をずらすっていうことで聞いてみます。はい、よろしくお願いします。あのスポーツとか、うん、スポーツの試合ですね、試合だとか、うんうん、あるいはあの、入学試験の絡みで、うん、あの月経を遅らせたい、うんうんうん、あれを進めたい、あのそれはよくあることです、うんうん、でまあ私個人的には、うん、あんまり若い方にホルモン剤っていうのはできたら使いたくないなっていうのが本音なんですけれども、うん、ただやっぱり入学試験っていうのはもちろんあの試合もそうなんですけども、うん、やっぱりこう一生を左右する大事になってきますので、うんうんうん、まあ、そこはあのまあ、お手伝いはさせてはいただきます。そうか、ホルモン剤っていうやつを使うんか、はい、そうです、うん、で、 あのできたら、うん、あの人によってやっぱりその吸収力とか違うんでしょうかね、うん、あのこちらの例えば教科書通り、うん、思惑通りに、うん、あのその方の卵巣が動かない場合もありますので、うんうんうん、あのずらしたい周期の2つ前、2ヶ月前に来ていただいたら、うん、一度とりあえずこうずらす方向でやらせていただきます。なるほど。でそこでうまくこちらの思惑通り行かない時にはもう1ヶ月チャンスがあるわけですから、うん、実際の時までになんとかその様子を見て立て直すということはできるかと思います。なるほど、はい、ただあの半年前からずっとっていうのはちょっとやっぱりあんまりこちらとしてはやりたくないかなっていうのはあります。あんまり不自然なことはもう最小限で、うんうん、私自身がやっぱり薬嫌いよっていうこともあるので、はい、あの、うん、ただあのその時に使うお薬っていうのはそんな激物ではなくて、うん、よく私らが使い慣れている薬なので、うん、副作用とかということはそんなにお心配いただかなくてもいいのかなとは思いますが、うん、個人差がやっぱりあるから、うん、あのそういう意味でもその時にしんどいんじゃなくて1ヶ月前に使ってみて使えそうやったらね、うん、あの、うん、っていうことでやっぱり2ヶ月前には声をかけていただくと相談に乗りやすいかと思います、うん、あの聞きにくいんやけど、はい、保険聞くん？保険は聞かないです。聞かない、はい、うん、申し訳ないですけど、ただしそんなに高いお薬ではありません、うん、何万円も何千円もするものではないので。何千円もせえへんの？しないです、うんうん、はい、わかりました、はい。